気だ。入るぜ。ああ、てめえ、はめやがったな！うひぃ、許してくれ！トギュに脅されて、仕方なくやったんだ。本当のこと言えば助けてやる。主元たちはどこだ？知らない。本当だ。手がかりぐらいわかんだろ。おい、知らないものは知らないんだ。おい、んだ、どうだ、あ、ここのところへ行けば何か手がかりがつかめるかもしれません。ん、こう校長屋のこうのことか。はい。こうって男を知ってるのか。取引だ。公共の秘密が分かったとき、分け前もらう。好きにしろ。コウの居場所は？ヤムチャローだ。ヤムチャロー、ここを出て右に行って、このビルの裏に回れ。酒場が2軒並んでる。それを目印に探しな。酒場の奥のドアから入れるはずだ。そこにコウはいるんだな。902号室だ。俺様アジトに戻るぜ。すいません。ん？呼んだかね？ありがとう。気にしない気にしない。じゃあバイバイ。よし、コウの部屋を探そう。だな。誰もいないのか。明かりがないと何も見えないな。電灯のスイッチはどこだ。お、電灯のスイッチだ。これで明かりがつきそうだ。
もっと調べてみるか。何か手がかりは。カセットテープが捨ててあるな。このテープの中に修験達の情報があるかもしれない。レンのアジトに戻るか。どうだ、なんか見つかったか。なんだそれ。コウの部屋で見つけた。どうする気だ。この中に手がかりがあるかもしれない。これを全部聞くってのが。そうだ。勝手にしろ。ったく付き合いきれねえな。レン、いいか、このアジトもレコーダーもお宝のために貸してやるんだ。勘違いすんなよ。そんだけ調べて手がかりなしかよ。これが最後の一本か。やめろ。
け待ってください。あんた先月もそう言ったよな。払えねえんだろ、さっさと店畳めよ。信じてください、来月には必ず。そんな無理することねえんじゃねえか。あんたまだ若いし、よそ行ってもやり直せるって。でも…でもじゃねえ、そこ出しのけば借金チャラになるんだぜ。全て丸く収まるじゃねえか。それはそうですが…明日まで時間やっから、よく考えるんだな。これから私がゆっくりと任せますわ。任せます。
今のは。もう一回聞かせろ。手下だと？それで車検達の居場所は分かったのか？もう道牛様ったら、いっつもせっかちなんだから。これから私がゆっくりと吐かせますわ。吐かせますわ、吐かせますわ。いいだろう、お前に任せる。だがのんびり楽しんでる暇はないぞ。もちろんよ、このユアにお任せを。お任せを、お任せを。修験達の手下がユアンに。ユアンか、やべえな。だがトギューはまだ修験達の居場所を掴んでね。ユアンを探す。手下が口を割ったら終わりだ。時間がねえ、手分けして探すぜ。そこのお方。え、俺ですか。一曲聞いていきなされ。じゃあお願いします。では。ところで急いでおったようですが。ユアンって男を探してるんです。さて、私はこの通り目が見えません。そうですか。目は見えぬが、風や音が求めるものを教えてくれることもあります。音？そういえばテープに鐘の音が。ありがとうございました。この辺で鐘の音が聞こえるところ知りませんか。鐘の音なら百四郎で聞いたことが。百四郎、わかりました。ありがとうございます。に礼に及ばん。それじゃ、わしは。すいません。何か？鐘の音が聞こえる場所を探してるんですが。鐘の音か。確か8階の孤児院で聞いたような気が。わかりました。ありがとうございます。Thank you.
ここが孤児院らしいな。お兄ちゃんどうれ？何しに来たの？聞きたいことがあるんだ。何？ユアンって人見たことないかな？ユアン？化粧をしてて女っぽい喋り方をして。その人ならコウキ君が知ってるよ。本当かい？コウキ君ってどこにいるかな？中でみんなと遊んでるよ。白いシャツに青いズボンだよ。わかった、ありがとう。よ、遅かったじゃねえか。レン、どうしてここに？俺様は別の線でユアンを探っていたら、ここにたどり着いたってわけだ。そうだったのか。何か手がかりは？金の音がここだって突き止めただけだ。てめえの方は？子供が一人、ユアンを知ってるらしい。よし、さっさと探せ、そのガキをよ。ああ。ダメ、先生の部屋には御用のない人は入っちゃダメなんだぞ。お、そうか。ダメ、先生の部屋には御用のない人は入っちゃダメなんだぞ。お、そうか。おい、時間がねえ。ユアン、ちょっといいかな？何？コウキ君ってどの子かな？あいつだよ。わかった、ありがとう。ダメ、先生の部屋には御用のない人は入っちゃダメなんだぞ。お、そうか。ちょっといいかな？何？コウキ君ってどの子かな？あの子よ。わかった、ありがとう。君がコウキ君かい？そうだよ。何？聞きたいことがあるんだ。ユアンって人見たことないかな？え？どんな人？女みたいな格好で、話し方も女みたいで、でも声は男なんだ。困ったな。見たことあるよ。本当かい？どこで？わかんない。使えねえ。だけど僕知ってるよ。教えてくれないか？どうしようかな。ったく、クソガキが。おい、こいつに何かやれ。なんかって？おもちゃとか景品とかくだらねえものでいいんだよ。そう言われてもな。おい、どうした？いや、あげられるものが何もないんだ。しけてる野郎だな。こいつは貸しだぜ。これでいいかな？ほら、持ってけ。うわ、アフターバーナーだ、やった。知ってること教えてくれないかな？連れていたの、黒いの、おはよっていう。ああ、なんだそりゃ。他には？真似するから。真似をする？犬かい、それとも猫？タゴ入ってるの。バカくせ、付き合ってられっか。カゴの中、ひょっとして鳥かい？うん、そう。鳥、黒い鳥、真似をする。それって旧館長かな？うん、そう、それ。よく旧館長を連れてお散歩してるんだよ。旧館長、
そういえばあのテープに、ユアンがどこに住んでいるかわかるかな。わかんない。でも先生なら何でも知ってるよ。先生？うん、白鵬先生、とっても優しい人だよ。先生はどこにいるんだ？向こうの部屋にいるよ。先生。何でしょう？先生に聞いてよ、先生なら知ってるかも。と聞きたいんですが。ユアン、派手な格好をして女性みたいな喋り方をする。ああ、それでしたら確かに見かけたことありますわ。どこに住んでいるかわかりますか？ごめんなさい、心当たりありませんわ。コウキ君から旧館長を連れてるって聞いたんですが。あ、そうだったわ。それでしたら鳥屋さんを訪ねてみては？鳥屋。わかりました。ありがとうございます。あの、ユアンのことですが。鳥屋で聞いてみたら。わかりました。すいません。何かしら。鳥屋に行きたいんですが。天津街で三丁楼ってビルを探してごらんよ。中に鳥屋がたくさん並んでいるから。わかりました、どうも。三丁楼、ここだな。すいません。旧館長を飼ってる人知りませんか？さあ、ちょっとわからないな。店の人に聞いてみなよ。わかりました。あの、すいません。はーい。旧館長を飼ってる人知りませんか？さあ、知らないわ。私最近雇われたばかりだし。そうですか。それにおばあちゃんも知らないと思うわよ。おばあちゃん？あそこにいる人よ、私の雇い主。鳥のことなら鳥屋さんに聞いたら？うちはこれでも飲食店なんだし。周りにたくさんあるでしょ？そうですね、どうも。すいません。なんじゃ客か。旧館長を飼ってる人知りませんか？さあな、見ての通りうちは鳥屋とは違うからの。何か心当たりは？鳥屋にでも聞いてみたらどうじゃ。そうですか。知りませんか？旧館長？いいえ。そうですか。旧館長を扱ってるお店で聞いてみたらどうですか？旧館長を扱ってる店？ええ。そうですね、どうも。あの、すいません。はい、何でしょう。旧館長を扱ってる店を知りませんか？この辺にはありませんね。6階にも鳥屋さんはたくさんありますから。6階で聞いてみては？
6階か。わかりました。行ってみます。この階からは乗れないな。すいません。はい、何です？旧館長を扱ってる店を知りませんか？旧館長なら旧会の旧長官でしょうね。旧会の旧長官？旧館長の専門店ですよ。わかりました。旧会ですね。行ってみます。すいません。どうかしたか？旧館長を扱ってる店を知りませんか？それなら旧長官じゃな。旧長官？旧館長の専門店じゃよ。あそこにある。旧長官、行ってみるか。旧長官、この店か。すいません。はい、いらっしゃい。旧館長のことなんですが。お客さんは運がいい。旧館長なら当店が香港で一番ですよ。旧館長を飼ってる人知りませんか？いい、何人かは。どんな人ですか？電気屋の陳さんが飼ってますね。他には？あとは金さんですね。あのおばさんは3羽も飼ってますから。他には？あとはあ、そうそう、特別なお客様が1人。特別な客？派手な格好をした人で。他には？言葉遣いが女性っぽくて。ユアンだ、間違いない。おや、よくご存知で。その男はここに？毎日餌を買いに、それも高級なやつを。いつ頃ですか？だいたい昼過ぎから夕方ぐらいですかね。わかりました、ありがとうございます。待ってみるか。
レン。俺様の先を越すとは生意気なことすんじゃねえか。お前もここ？ああ、ユアンの野郎が休館所を飼ってるって聞いてな。聞いやがった。相変わらず汚い店ね。これはユアンさん。ほら、さっさと屋さんをちょうだい。はいはい、毎度どうも。ユアンで間違いねえ。よし、慌てんな。ありがとう、また来るわね。どうぞごひいきに。6階で降りたな。こっちは6階に止まんねえのか。ちんたらしてんじゃねえこのボロが。ちょっとくらい負けなさいよ。うん、うちだってこの値段が目一杯なんすよ。ユアンだ。誰のおかげで商売できてると思ってるのよ。勘弁してくださいよ。奴が動くまで待つしかねえな。ああ、あんたのとこはいつも高いじゃないの。これでも安くしてるんですよ。うちのは正真正銘インドからの直輸入品ですから。まったく、たかがトンガラシって。だいたいサービスってもんがなってないのよ。よし、行くぞ。あなたのところ最近流行ってないよね。すみません、 2,3 日中には必ずお支払いしますから。あら、そんなつもりで言ったんじゃないの。客商売も大変ねってことよ。あ、ご心配いただいて恐縮です。だく、何をべちゃくちゃ喋ってんだよ。じゃあ東牛様には私から伝えておくわ。はい、よろしくお願いします。やっと終わったみてえだな。またエレベーターに乗るのか。追うぞ。ああ、ポチッと。一階で降りたみてえだな。俺たちも降りよう。
しないんじゃねえぞ。ああ、行こう。分かってる。行こう。分かってる。行こう。この間頼んどいたナイフは入ったのかしら？はいはい、もちろんです。先ほど部下の方が受け取りに来られました。あら、そうだったの？いつ頃？ほんの1時間ほど前です。今頃はご自宅の方に。そう、それは楽しみだわなんだあれは。ナイフ集めが趣味かよ。おい、聞こえるぞ。ああ、分かったろよ。また夜はね。毎度ありがとうございます。行くぞ。ああ。と、こっちじゃなかったわ。はあ、バレちまうとこだったじゃねえか。何？いいから追うぞ。ああ。おい、あれだ、飯なんじゃねえぞ。ああ、行こう。ああ、おいしい。優雅なひとときって感じね。うん。なんだおい、あれは。ええ、じるって。もう締め上げて吐かせるぜ。待て、もう少し様子を見よう。大体お前が尾行するって言い出したんだぞ。うん？ええ、そうかよ。ああ、おいしかった。よし、行くぞ。嫌がった。近づきすぎんなよ。分かってる。行こう。
にこれ汚らしわで。これはお目が高い。これはですな、遠く三流神殿法の村に代々伝わるものでして。いやだ、なにこれ臭いわよ。ほう、こいつはラジンヤモリを黒焼きにして選手に3年つけたものでしてな。じゃあ何そっちのネバネバしたやつ。こいつは新玉イボガエルから10年かけて抽出したエキスでして。うざって、いつまでブラブラしてやがんだあいつ。少しはじっとしてろ。見つかったらおしまいだろ。そうかよ。ああ気持ち悪い。おや、吐き気ですか。それならこの薬はいかがです。薬師郎の中に入ったぞ。ああ行こう。嫌だった、近づきすぎんなよ。分かってる、行こう。この前お宅で買った冷蔵庫調子悪いんだけど。それは申し訳ありません。すぐに取り替えさせていただきます。もちろんお代はいただきません。あら、そう。じゃあ後でお願いしようかしら。はい。ところでどのあたりが壊れたんでしょうか。そうね、色が気に入らないわ。色ですか。私の部屋には紫が似合うのよね。ああ。ああ、もう飽きたぜ。黙ってろ。だと、オロ様に指図しよったのが。そうそう、分かってるじゃないの。じゃあ後で頼む。はい、お伺いします。お前が勝手についてきてるだけだろ。てめえ、やべ、隠れろ。危ねえ危ねえ。ほら行くぞ、休んでんじゃねえ。ポチッと。4階で降りたな。おい、早く押そう。ああ、分かってる、行こう。
ただいまと。あそこか。どうする？よし。俺様とてめえどっちが乗り込むか。コインで決めようぜ。金額が書いてあんのは裏、女王の顔が表だ。じゃあ決めな。裏か表か。裏だ。よし。じゃあ俺様が表だ。いいな。よっ。様の勝ちだ。よし、お前が行け。だーれ。これからいいとこなんだよ、もう。やるじゃねえか。しばらくおねんねしてな。うるせえぞ。焼き鳥にされてか。焼き鳥、焼き鳥。よし、修験達の手下を探そうぜ。ああ。まだ生きてるみてえだな。おい、しっかりしろ。ジョーさん。あなたは。やべ、トギが来やがった。とりあえずそのおっさんのことは後だ。気絶してるふりを。クローゼットに隠れろ。クローゼットに隠れろ。おい、てめえも隠れろ。しろ。だま見ろ、バカトギュー。バカトギュー、バカトギュー。一旦アジトに戻るぜ。修験達はどこにいるんだ。ねえ、怪我人に無理言うんじゃないよ。浮遊浪だ。浮遊浪。
シュゲンタツさんはそこにいるんですね。10階に。浮遊楼の10階。これを。これは死を頼みます。おい、このおっさんを見てろ。長さん、早くしろ。俺様はちょっと寄るとこがある。お前先に行ってろ。何？じゃあ後でな。おいね、ジョイ、頼んだぞ。